はい、どうも、ヤトソフトの白夜です。今回も栄冠9、プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、県大会2回戦目、やっていきたいと思います。はい、誰でいこうかな。徳山、打率悪いな。いるか、徳山。行きましょう。はい、というわけで、徳山さん、7番か。これいいの ?1 年生。だ。うわ、使いてー。まだいだか。うわ、使いてー。相手ね、評価 D やったから、まあね、まあ油断はしないけど、いけるんちゃうかなと思います。あとの安住の安住の観客に見送られて守りに散りました。先発メンバーはご覧の通り。あ、リーでした。高いチームです。あ、高寺さん、これは確実やな。確実にプロ。はい、1点入りました。アッツアートマンドリー、徳山くん。はい、というわけで相手に行ってみましょう。やっぱり3年か。いわ、他プロいなさそうやね。いないね。ピッチャーもういないわ。あー、普通だな。よし、どうしよう。これでいくか。いや、わかんないんだよな、徳山と。引っ張りがいいのか、流しがいいのか、ようわからへん。とりあえず数字の大きいセンター返してって感じで。いや、でもここ1本欲しいな。動いてや、今のやろ、絶対今のやろ。おい、くっそ、こいつ、スリーアウトチェンジ。こいつ裏が終わりまして1対0。まあね、ピッチャー今泉やから正直ね、心配はしていないけど、待って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 、なんで今泉どうした、どうした、ちょっと気が悪い、調子悪い。いや、絶好調やないかい。おい君、3点も取られるなんてありえねえ。マジか、マジか、マジかよ。こっち積極じゃ。わからん、徳山はわからん。何がええん。いや、マジでこの試合打たんかったら帰る。次の試合帰る。誰かおるやろ、どうせサード。帰るわ、打たんかったら。打たんねえと帰る。1年だって何いいのがおんねん。ダメか。途中で代打もあるな、徳山。ちょっと待ってや、やばない。7回です。マジでこれラストチャンスな、お前。これで打たんかったらあのベンチです。はい、さあ次の投球。打ちました。あ、打ったわ。くっそ、ベンチにしようと思ったのに。オッケー、ナイバッチ。徳山も危ねえ。危ねえ、怖え。あ、でも変えるわ。うわ、まもなる。使っていい？これ誰にしよっかな。いや、福川は普通に盗塁のチャンスがあるとこで使いたいから、足元でいいかな。はい。使います。ここは魔物を使って確実に勝ちにいきたい。負けてるからね。負けてる場面では使いますよ。勝ってる場面ではね、あんま使わへんけど、負けてる場面ではちょっと使わせてもらいたい。ナイバッチ。よし、とりあえず同点。からね、今泉急成長か。まあ、いや、今泉打撃能力ええからな、全然あるからね。ああ、まあまあまあ、
足が速くない、危ねえ。赤い。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。第9。77ってえぐいな。センター返し7、流し7。第2球投げました。けどあんまり成績ないな。2割85に。まあもう悪くはねえよ。高め。ストレートは悪くはねえんだけど。なんか思ったよりなんだよな。第4球を投げました。赤いって。低めボール球だった。センター。だよな、ボール球だね。低かったなと思った。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。いやー、逆転はしたいんですよ、勝ち越したいんですよ。第9ストレート、頼むわ村田。まずは見送りました。3割4分ってるのだ。第2球、信頼できる。マジで決まってストライク。大丈夫大丈夫、打つ打つ、ファイター打つよ、打つ打つ、大丈夫大丈夫。投げました、打った、ふざけんな、ピッチャー怖い。うわマジか、を見せましたがここは及びません。橋本そのまま行きます。あれ、いや橋本そのままかな。小野変えるか、今日あんま打ってないし小野変えよう。サード谷口行きます。これ出そうか、これ出そうか、そんな余裕ないやろってな。まあいいや、出そう、出してみようぜ。そんな余裕はないはずやけど出してみようぜ。同点で迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、走ろう、さすがに走ろう。今日はここまで3打数1安打。いいやけどさすがにこれは走らせる。もう一度1塁牽制球です。タッチはセーフ。まあ、いや、じゃあ一旦じゃあこれで、うおっといったかな。はい、バッチー、さすが4番、さすが4番やわ。オッケー、勝ち越し、いや欲しかった勝ち越し。よし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 、あぶね、相手だけで橋本守備だね、ほんと。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。宮本また出てるよ、素晴らしい。投げたストライク。あ、疲れてるよ、チャンス。さあ次の投球ボール。まあ、いや守備からな、変える予定はない。ゲッツじゃね、ゲッツじゃね、ゲッツじゃね。おい、次の1年見たかってんけど。まあいいや、はい、伝令です。特に変えるとこねえんだよ。まあ守備ってか足早いからこれに変えてもいいかなっていうぐらい。これまあいや、第9投げた初球空振り、いきなり175キロ、投球これから2球目。175キロ、頭おかしいや。追い込んで第3球を外角低めボール。変化球もエグいし。第4球を投げた、ストレート、おっしゃい、先ほどからレフトに入っています岡村。第9投げた、見送ってストライク、エグカーブ、決めてきました。カーブエグ、1球目ストライクから打った、エグ東でボールを頼むで、ゲイ岡村、いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。勝利まであと1人。第9高めボール、175キロ。第2球パワーカーブはストライク、エグってかカーブが154キロないけど、エグ。第3球を投げた、決まってストライク。進化も約150キロやないか。1球1球投げ込みます。カウント上は今泉、投げました、打ちました、オッケー、頼むで。村田取った、一塁へ送る、よっしゃ。途中怖かったけどなんとか勝利です。今泉見事な完投勝利です。2回戦を見事勝利しました。はい、というわけでね、湯浅の8回のツーランでかかったね。魔物でなんとか同点になってのこのツーランやったから、よかったよかった。はい、というわけで今回ここまでです。ありがとうございました。